おととい番組でお伝えした札幌市敬老パス、利用上限を7万円から2万円に引き下げる見直しをめぐり大揺れです。今回いきなり2万円に、それもいろいろ面倒な条件がついてて、なぜこんなにいきなり金額が変わるのかなっていうのが不思議です。先ほど北区で市民との意見交換会が行われましたが、今日も参加者からは困惑と怒りの声が相次ぎました。本当に健康寿命の延伸というか、この気持ちがあるんでしたら、今のまま私たちが外出できる状態をそのまま維持していただきたいと思っています。この案は肉体的にも経済的にも大変乱暴な案だと言わざるを得ないと私は思っております。健康通りの敬老パスの継続をお願いしたいと思います。札幌市の敬老パスは70歳以上の市民が対象、最大1万7000円の自己負担で5万3000円の優待がつき、地下鉄やバス、市電の乗車に7万円分利用できます。見直し案では現在の自己負担額に応じた優待制度を廃止、新たに利用者の健康増進などの活動に応じてポイントを付与します。スマートフォンを使い日常生活の歩数や介護予防教室、地域の活動に参加するとポイントがもらえます。ポイントは敬老パスにチャージができ、利用上限は年間2万円まで。大幅な制度の見直しに利用者から上がる困惑の声、札幌市は今月末までに残り6区でも意見交換会を開く予定です。